スタジオリバーサイド。こんばんは、竹下敦です。今朝、シャワーを浴びてましたら、お風呂場に小さいんですけどね、雲がいまして、昔から、朝雲を見ると縁起がいいと言われてまして、あ、今日はなんかいいことあるかなと思いましたけど、いい一日でした。天気も良かったですしね、いろいろ友達と楽しい話もできましたし、この最近お気に入りのこのブルガリアの、ギター君もちょっといい感じになってきたかなと思ったり、まあ、そういうね、なんか昔からそういうふうに言われてることっていうのは何かあるんでしょうね。なんだろう、月とか、こう月、今日半月なんですけど、ハーフムーンなんですけど、そういうのとかと何か関係あるんですかね。まあとにかく今日はいい一日でした。はい、竹下敦です。そろそろ寝ようかなと思っております。おやすみなさい。